じゃれてました。小豚と。小豚ボイスなんですけど。はい。結構戦術で調べたりとか、どんな得点パターンありますか、うん、聞かれると思うんですけど、戦術だけじゃなくて、技術的に私ちょっとダメなのかなって悩まれてる方も多いと思うんですよ。そういうことに対して、ミックスダブルスだからこそ、この戦術よりは、この技術も絶対押さえておきましょうって言うんですよ。それはですね、ありますよ。このいっぱい使う技術が。ショートドライブですね。ショートドライブ。はい。一番多く出てくる。一番多く使いますね。前衛が一番使います。女子が一番使うと思います。男子もハーフ球でよく使います。うん。だから、なんすかね、このフラットで面を当てるんじゃなくて、ちょっとこう上からスライス気味に羽を切りながら押すみたいな。っていうような打ち方があるんですけど、まあこれは勝手にショートドライブって呼んでるんですけど、それは結構そのミックスでは特に必要。例えばこの前衛にいた時に、こういう球とかこういう羽がネットより下の球って多いんですよ。それってみんな上げちゃうんですよ。上げたくないじゃないですか、攻撃したいから。そんな時にもう一回落とすんですよ。上げるんじゃなくて、それは落とすためのスキルがショートドライブです。それが男子だったら後ろ行ってハーフ球でそれができるんですよ。こういう球、本当やったら上げちゃうんですけど、これ上げるんじゃなくて、もう一回落とす。我慢大会になるんです。我慢大会なんです。はい。で、女子だと前衛なんじゃないですか。前にいた時に、女子も、どっちでも、こういう球来ても、本当やったら女子だとここで打ったら上げちゃうんですよね。でも、上げたくないじゃないですか。その時に、うまいこと。こう落とす。そうすると、羽が上げずに、なかなかプッシュもできない。こういうショートドライブ。前衛でも後ろでも。こういうラケットワーク。これ今当然クロスを混ぜたら、相手もそんな簡単に反応できない。ただこうフラットで打っちゃうと、こんな球になっちゃう。これをスライスで打つと、沈む。だからこういうの、これ大事なスキルじゃないですかね。今のような浮いた球でラリーしてると、もうパチンって前に詰められて、はい、落とされたり。そうですね。フラットで打つんじゃなくて、スライス、耳にして羽を沈める。この技術は、まあ、あった方が絶対いいです。むしろないと、難しいんじゃないですかね。これではペア同士とかでも我慢大会で。そうですね。だから日頃から普通に基礎打ちでやった方がいいと思います。もう両方。そうそう。もう体に染み込ませるぐらい。フラットに打つ球は強い球ではいいけど、素早く落とす球にはあんまり有効じゃないので。ネットギリギリから落とせるショートドライブ。そうですね。ぜひ今のパターンを真似して習得してみてください。ぜひやってください。ありがとうございます。ありがとうございました。